どうもゲーム仮面です。さあ、いろんな部屋をね、最近紹介してるんですけど、いろんな人がね、いろんなマイルームを教えてくれました。その中でもやばい部屋ベスト3を、発表したいと思います。さあ早速第3位からいきましょう。第3位ね、佐久もっちさんの部屋です。一言コメント、ストプリしか勝たんってことでね、佐久もっちさんはかなりストプリが好きということで覗いてみましょう。おお、これすごくないですか。クリスマスツリーが、5個1つの部屋に入ってますけど、すごいなこれ。もうとっくにクリスマス終わってるんですけどね。あとなんか微妙にスーツケース3つありますね。それもすごいですけど面白いな。じゃあ早速次はね、第2位ですね。第2位は YouTuber です。はい、五郎さん、ランコスがめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、待って、これやばいっすよね。これは窓がいっぱいあるんですよ。怖っ、なんでこんな窓がいっぱいあんの、わけがわからん。でしかもね、なんか暖炉が中央にね2つ置いてあって、こたつも2つあるというね、謎すぎる部屋、面白いね、すごい。はい、そして栄えある第1位はこれもまた YouTuber なんですけれども、あった、はい、豆腐さん。はい、一言コメント、秋って書いてあってね、なんか初期スキンです、ほぼ初期スキンですけど、飽きたみたいですね。はい、ではこの中入ってみましょう。こちらですね。おーっと、これ見てくださいよ、ドッグフードがむちゃくちゃいっぱい。まあ俺の部屋もね、ドッグフードを多くしてたんですけど、それをはるかにしのぐ数、いや圧巻ですね。これ豆腐さんのね主食なんでしょうかね。でってことはこれに豆腐さん入ってるってこと、この犬小屋に豆腐さんここに入ってるんだろう。いやーちょっと面白すぎるでしょこの人。ってことでね、皆さんもね面白い部屋まだまだね募集してるんでね、教えてほしいなと思っております。以上ゲーム仮面でした。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。